イアムボブになるのかなえ、そう。ウィッグかブるから短くしたのえ、全然違います。あの、ノリ、ノリで。え、ブリーチを結局したんですかって、そう、昨日ブリーチをするかしないかっていうのでずっと迷ってて、あの、今日、美容室行ったんだけど、結局しません。あ、でもだいぶ短いのやってきてる。あ、ボブっていうのかなこれ。 短くなっちゃった。でも、あのー、豚の尻尾はまだできる。これ。全然だから、すっごい短いわけではないんだけど、あの、すごい、じゃあ今まで通り長くっていうわけではないです。ボブではないのか。まあ、結局ね、こうやって縛っちゃうから何とも言いない。あ、でもいい感じのようだって。ありがとうございます。そう、さっぱりした。 もう秒で洗えたもん。髪の毛なんかも、シャンプーつけてたの3秒ぐらいじゃないって言う俺。なんかもう3秒、3秒でアフロだったもん。え、15センチぐらい切ったって。いや、10、6、7センチぐらいじゃない切ったとしても。わかんない。どのぐらいか。えー、乾いたらさらに短く感じそう。間違いないです。超、超、超いい感じだって。ありがとうございます。 さあ、ギフト、えー。ターボーさん、ハッピニーさん、赤カのぼちさん、ソフィラさん、ふわくわくさん、ハッピニーさん、カコ2からいただいてます。ありがとうございます。えー、寒くない今日特にて。え、今日すごい寒いです。だから今日美容室行った後、もうほぼランニングしようかなと思ったんですけど、お家であで舞台のアニメ見たり、あの原作のやつ見たりとか、あと台本が届いたので。 それ見たりして、もう一日があっという間に過ぎちゃいました。あ、でもすっごいさっぱり。1ヶ月半ぐらいだね。1ヶ月か、1ヶ月半ぐらいに、1回は髪の毛切ったりしてる。え、北海道、とても雪降ってるみたいです、だって。あららららら。気をつけてください。関東も結構寒いです。 <laughs> すごい寒いびっくりする寒さだね、えー、髪の毛え4っえ、そっか切ったんですん結局やっぱり短くしちゃうのあ関東、えー、11日ぐらいに雪予報がだってえー、普段降らないこちらでも雪が降り舞いました あ、だから全国的に寒いんだ、えー。関東11日っていうことは金曜日ですね。今週の金曜日に雪予報だって。えー、寒そう、ね。風邪ひいたら何とも言えないじゃないですか、えー。舞台機関は特に体をケアしないと。そうだね。 えー、昨日の予報では10日って言ってた。そう、雪が降る、降らないってなんか、私も10日ってイメージがあるんですけど、まあ、徐々に寒くなって今週ぐらいには降るのかなって感じかな。すごい、札幌大変だね。24時間で122センチ積もりました。だって、122センチってミニモニのチョイスしたぐらいか。 122センチだったよ。どんぐらいなんだろう。結構だよね。俺、札幌大変だったんだ、だって。大変だ。えー、名古屋に雪降ってるって湘南のラジオで言ってた。湘南のラジオで言うのが名古屋なんだ。すごいね。まあ、あんまり地理が分かってないかなんて言わないけど。 えー、今日名古屋と大阪、雪がちらついてました。あ愛知、昨日今日って雪降ってるんだって。えー、寒そう。さあ、ゲストふ、ふわくわくさん、おちゃぶさん、ロンゲさんからいただいてます。 まだ春は遠いねって。わ、寒そうだな。あの、明日から、あの、舞台の稽古が続々と入ってくるんですけど、まあもちろんあの、ね、あの、危機管理をしながら、危機管理えっ、ー、と、うん、体調管理あとウイルス対策、ばっちりにしながら向かうんですけど、私、一つさ、 あの、みんなんちのさ、体温計ってさ、何個あるあなたのお家に体温計何個ありますか私、その舞台のやつで、あ、うち3つだって。体温計2個あるのあ、2個は王道かな 私も二つあるんです。まあ、こちらとこちら。で、体温計って多分、古くなるとバグってきちゃうんだよね。だから買い替えないといけないと思うんだけど、まあ、二個あるのね。で、あの、舞台の稽古前とか絶対あの、今日の温度とか測ったりするんだけど、私ね、これが、これとこれさ、どっちが最新の、 体温計かわかんないの。見た目はどっちも、最新っぽい形してるじゃん。これもなんか今時っぽいし、こっちもさ、なんかさ、スタイリッシュで今時っぽいでしょでこれとこれどっちが新しいと思うで、毎日測んないといけないの。で、どっちがどっちか忘れたけど、なんか、こっちかこっちどっちか、なんか何度も測っても同じ温度にならないわかるえ、そう、どちらが最新かわかんないの。 で、片っぽはなんかちょっと、あの、進むの遅い。でも、もう片っぽは進むの早いけど、毎回測るたびに温度が違うって。両脇で測ろうって。え、新しいの買えやって来てるじゃないですか。私ね、なんかの舞台の時も、その、 体温計で測んなくちゃいけない時があって、でも家の体温計が壊れてたから、コンビニで買ったの。1年前かに、一年前ぐらいかな。前やった舞台、はるかなの時の3の時の舞台の稽古中に、買わなくちゃいけなくて、あの、買ったんですけど、あのー、それじゃないかなだから結構新しいんですよ。最新なんだけど、どっちかどっちかがわかんない。 え、時間かかる方が正解なの性格めっちゃ。オムロンじゃない方のメーカーはって。テルモみたいな。青山テルモみたいな。わかる テルモみたいな感じのやつ測るたびに違うはダメではだってえそうだよね測るたびにこっちがオムロンが多分測るたびに体温が違うのあでもどちらも有名あテルモ最新じゃない」だってこっち コンビニで買ったのを覚えてる。コンビニで買ったのが多分最新なの。あのね、ファミリーマートっていうのだけ覚えてんだよね。あ、ファミリーマートじゃない。緑の、ね、ところ。緑のところ。ファミリーマートか。ファミリーマートに卸してるメーカーどっちだろう。店舗によるのか。 なんかさ毎度毎度測るたびにさ熱違うのがすっごい嫌でその何度以上一度でも上がったらちょっと自宅待機とかになっちゃうからなんかそう正確なやつが欲しいのえ毎回大幅に違うのかな,なんか前測った時は私、平熱が36.2らしいんですけど、まあ、そんな高くないですね、まあ、36.5とかなのかな分かんないけどの9とかいって最初測った時36.9で。 次測ったら7とか、また次測ったら5とかになって、全然違うの。え、このさ、体温がね、毎度毎度違うっていうのはね、嘘かけないじゃん。送んないといけないからさ、毎回さ。え、脇の下の位置が悪いかもようだって。 えー、体温計で体温測るとき正しい測り方じゃないと結構ずれますよって、えー、36.2が平熱で36.9は微熱よってきた <laughs> 脇の下の位置が悪いのかもよここ今脇なんだけどさここに挟むんだよねこうやってやるんでしょでもよくなんか口に口に突っ込む人いるじゃん まあ突っ込んでいいやつの分かんないけど、体温測るときって。あ、ファミリーマートで買ったって言ったら、ファミマのやつはオムロンみたいだよ、だって。こっちだ。やっぱりこっち最新だよね。そうだよね。えー、キッカの場合、測る時間が短そうって。私もこれ未だに分かんないんだけど、こうやって一回さ、ピーって入れるとさ、なんか昔測った温度が出てくるの、まず先に。で、88.8度になるの。 こっちのテルモさんは、いつ測っていいのこの88.8になるの。これって、あ、でも次 E になった。3の逆バージョン。エラーってこと 88.8はそれは待機中って表示だってえい、ー、い、e、っていうのはエラーだってえー、コンビニの体温計オムロンが多い説出てきただってほらやっぱりやっぱこっちだよねだから最新はこっちだでもびっくりした みんなのおうち今何個体温計あるって聞いた時に2個が平均だったからびっくりした。3個あ,あるっていう人いたよね。え、何に使うのそんなに3個なんて。家族で使えますとかか。まあ、一人暮らしの人の3個はわかんないけど。 しかないって人は妥当だね、そうだね。えー、脇下式の場合は、脇の中心に下から、まっすぐに当てます。まっすぐ当てる、脇をしっかり締めて、安静にします。こうやって測る時、肩上がっちゃう癖。 なんか嫌だね、でもさ、ここで測ってさ、なんか36.9とか出たらすっごい嫌だ。あオムロンはね、あの、早い。上がってくる率が。えー、もともと一つあって保育園、保育園に置いとくように一つ追加。 え、平熱いくつですかみんな。あれ、自分の平熱がわかんなくて、この間親に聞いたんだけど。みんなの平熱いくつちょっとそれでなんか言おう。怖い、この数字。これ普通かなあ、36.2。35.8の人って何 この35度とし人の36度って、あ、35ってやっぱ低いよね。そうだよね。え、だいたい36度5分。あ36度5分が平均かな。でも中に最初の方35.8の人数人いたね。え、私、今測った時は36.3度です。平熱って変わってくるんだ。 えー、一年半前は36.7度だったけど、今は36.4だった。えー、わしは基礎代謝悪いので35.8度。あ、基礎代謝が悪いと低いんだ。平均的な平熱は36度7分ぐらいだった気がする。へえー、よかったー。熱ない。お風呂上がりだからちょっと怖かった。36度以下まあでも37度の 平熱の人もいんよかったあっでもこっち捨てた方がいいのかなじゃあ分かんなくなるもんねまたこっち取っといた方がいいもんねこっち捨てた方がもこれをどう捨てるのかが分からないもし捨てるとしたら ななんかか有害物質っぽくないですかここが普通に燃えるごみで出していいのかなえスマートウォッチのやつも合わせたら体温計3つ持ってるっていう人もすごいですねえ捨てる必要なくないってえ どうすんのだってさ。え、テルもちょうだいってきた。あ、こって。あ、予備で保管しとくのね。あ、そっか。壊れた時の予備で保存しとけばいいのか。でも、もしこれを捨てるってなったら、どうするのゴミ一覧表なんかにね、書いてないよ。この体温、単音計 燃えるゴミは絶対ダメだってえ市役所とか回収ボックスに入れればだと可能なら電池を取り出して捨てましょうへ、えー、そっか確かに体温計って捨てないよねありがとうございますさあギフトを追加でふわくわくさんターボーさん ワクワクさんそしてコッシーさんからいただいてますそして竹原さんいただいてますありがとうございますえおたに売れば買う人多数 <laughs> 推しが使った推しが使った体温計欲しい人いる 面白すぎるそれは <laughs> 体温計 <laughs> どうすんだろうねアクキーの横にこうやって飾っとくのかないっぱいいるんじゃない知らないけどえー、マスク <laughs> 引いてるじゃんって <laughs>「いるさ」って「うん欲しい」って人もいる。 いいね。よかったでもこっちが最新式。明日からこれをカバンに忍ばせながら歩くんだ。稽古が始まるから頑張ります。さあギフト元気さんから追加でいただいてますありがとうございます。いやー頑張らないと。 そそろそろいろいろまた明日の予習するので早いんですけどドローンしようかなと思ってます明日は月曜日10時からショールーム放送なんですけどもしかしたらちょっともしかしたらこぼれる日もあるかもしれない明日は多分全然放送できるんですけど今後ね稽古とかも入ってきてもしかしたらちょっと遅れちゃったりとかまた別日になったりとか そういう日もあるかもしれないので、また、報告します、そういう時は。頑張りまーす。あ、ギフトコッシーさん、ふ、わくわくさんいただいてます。ありがとうございます。そしてコッシーさん頑張ります、稽古。なんかまた同じルーティーンの毎日が始まるから、すごい、不安ですが。え、今、一回だけ体温測ってみて。なんでもう一回いいよ、全然。 さっき左だったから次右で測るわなんか左の脇と右の脇違いそうだもんな体温だから明日月曜日だちょっと待ってください今 でまつげご機嫌だねって <laughs> ありがとうあやっぱオムロン性格左でさっき36.3だったんですけど右も36.3度です私の今日の熱36.3よかった熱はないです皆さんも体調気をつけてください手洗いうがいも頑張ってください さあ,ありがとうございました。え個人情報配信やって。あそうだよね。なんか、私の体温知らないよね、そりゃね。やだ。さあ、ありがとうみんな。ギフトくださった皆さんもありがとうございます。私の今日の体温36.3ね。さあ、おやすみ。ありがとう。 それではおやすみなさい、皆さん。明日も頑張ってください。それでは切りまーす。